は止まってませんな。そして上がるぞ。スーパークレイジーコン、この人知らねえな。この中でですね、政治家になってはいけない人が一人おります。した人がいるんですよね。誰とは言わんけど、まあ、統一教会って言ったら詐欺師集団の、あれここ何があったかな、チップホースと何があったか分からんなろうかね。集団の反射ですよね。その反射とつながっている自民党は飽きまへんな。まあ、仮に統一教会は宗教団体だとしてでもですね、創価学会と公明党の関係のように、まあ、支援はするけど、創価学会の協議を公明党は政策に盛り込んでないですよね。あと主張もしないし、それで政教分離の原則からまあギリ政府なんですが、教会の協議をめっちゃ政策に取り込みましたよね。もう自民党は憲法違反政党ですわ。教会と関係があるのか、それとも自民党の推薦が欲しくて擁護したのか、真相は分かりませんけど、誰とは言わんけど、MRT かどっかの電話調査だと、この知事がリードしてるらしいですね。で、東国原氏は自民党と公明党に推薦をもらいに行ったんじゃないですかね。3割ぐらいしか支持されてないそうですね。あと立憲民主党から4割ぐらい支持されてるらしいんですけど、与党からも推薦もらい、野党からも推薦もらい、節操がないっすな。
レーってあるじゃないですか。あれルーをちょっとだけ舐めさせてもらえるんですかね。甘口中から辛口1、3段階ならですよ。まあ甘口を注文しちゃうけど、それ1から10とかあるとわからんじゃないですか。ちっと舐めさせてもらわんと。3からでんカレーかもしれんですよね。1から頼んだらわっこれ雨がちになるかもしれんし、カレーの甘口ってさ別に甘くはないですよね。踊りとか踊るんですかねって言ったら、すげえもんねえわちょっとひょっとこ踊るなら動画撮り行こうかねと思ったけど、まあどっちみち9時頃スタートやったから撮りに行けんかったしね。今日が8連勤ですわ。1連勤目
とくんじゃないの、おばちゃんだった。おお、竹っこ作らん。結局肉野菜炒め弁当になりました。昔の車ってなんか高級感があるよね。なんか今のクラウンって前から見た時プレデターみたいな感じしますね。買い物して弁当買いこうかな。車をバックするときには首が回らんがね。わけこはね、首をこう、首だけ後ろ向きを立っちゃけんと、今体全体で向かんと後ろが見えんですわ。なれたまんじゃ。ヒゲダウン揃うかな。長旅とはヒゲが惜しいもんじゃかいですよ。ヒゲを剃る習慣がないんですよ。気がつくと伸びちょっとですよね。ヒゲが濃いよりいけんの。芸の濃い人にとは、この人はまだ猿飼いあんまり進化しちゃらんなと思いますけどね。